ロバート・アップルトン・フィアリーロバート・アップルトン・フィアリーはアメリカ合衆国の外交官1918年にニューヨーク州ガーデン式で誕生1937年にハーバード大学に入学1941年に卒業1941年7月から1942年6月まで東京のアメリカ大使館にいて ジョセフ・グルー大使の施設秘書官。1942年に国務省に入省。1942年から1945年までワシントン DC で極東戦後計画班に勤務。1945年から1946年までジョージアチソン特使の特別補佐として東京に駐在。 1946年から1950年まで、ワシントン DC で国務省、極東局北東アジア部日本課に勤務。1950年から1951年まで、ジョン・フォスター・ダレス特使の補佐官として、日本国との平和条約に向けた交渉を、ワシントン DC、東京、ロンドン、その他の地域で担当。 1951年7月のサンフランシスコ、講和会議では、技術顧問として出席。1952年、NATO 時間級協議会に、アメリカ代表団職員として参加。1952年から1956年まで、NATO アメリカ代表団員。1956年から1957年まで、北、大西洋条約経済軍事支援課長。 1957年から1958年まで国務省にて、ナトウ顧問。1958年から1959年まで国防大学。1959年から1961年9月まで在東京大使館に一等書記館として駐在し、政治軍事部課長及び日米安全保障条約担当主任として締結交渉に関与。 1961年10月から1963年8月まで、国務省北東アジア部で、日本以下町。1963年8月から1964年7月まで、国務省東アジア部の副部長代行。1966年7月まで、同部長。1966年から1969年まで、アメリカ太平洋軍司令官政治顧問。 1969年から1972年まで、琉球列島民生館。1972年から1975年まで、国防大学で教員を務め、国際地域研究学部で学部長。1975年から1977年まで、国防長官特別補佐官県庁生館。1977年から1978年まで、 国際開発庁顧問。1978年から1979年まで人口問題調整官特別補佐官。1979年に国務省を退官。1979年から非政府組織、ポピュレーションアクションインターナショナルで代表特別補佐として活動。1951年8月3日のアリソン国務。 時間法宛てのメモランダムフィアリーは国務省時代、島根県の竹島の領有権に関していくつかの優位な国務省文書を作成した。1950年、オーストラリア政府は日本国との平和条約に対する署名を検討するにあたり、国際連合総会にていくつかの質問を行った。フィアリーは国務省見解としてのメモランダムを作成し、 日本国との平和条約における領土を次の通り回答した。1951年8月3日、フィアリーは日本国との平和条約に係る中米韓国大使からの要望書についての調査を行い、情報収集のメモランダムをアリソン国務次官補に送付した。1982年、沖縄返還に対する功績により、日本政府より軍に東水法省を受訓。 ありがとうございます。